大塚博士は日本のプロバスケットボール選手。北海道名寄市出身。ポジションはシューティングガード。B3 リーグ RTE 立場に所属している。北海道名寄市に生まれ、東海大4高校から東海大学に進学。3ポイントシュートを武器に4年時に A チームに昇格し、同期の古川隆と市、サ島総一郎らと共に2009年。 全日本大学バスケットボール選手権、大会4位の成績を残し、全日本総合バスケットボール選手権大会、出場を果たした。卒業後の2010年、JBL のリンクとチギブレックスと契約を結び、ブレックスの下部組織である JBL2 の TGT、ライズで2012年までプレーした。この間大塚は2シーズン連続で3ポイント、成功率ランキング2位に入った。 JBL にシーズン終了後の2012年6月に BJ リーグの宮崎シャイニングサンズにドラフト1巡目指名され入団。レギュラーシーズン52試合中50試合に出場し、得意の3ポイントシュートは共にチームトップであるみ、投げ、数341、成功数114本記録。さらにチーム内2位となる出場時間1642分。 平均得点12.6点の記録を残した。しかしチームは西地区再開に沈み、さらに経営難のためこのシーズン限りの球界と2014年の BJ リーグ大会を余儀なくされたため、大塚は自由契約扱いとなり、2013年6月に秋田農山ハッピネッツへ移籍した。秋田では3シーズンを過ごし、王子と称され人気を博した。 2016年、日立サンロッカーズ東京、渋谷に移籍したが、1シーズンで SR、渋谷を退団。2017年6月28日に、富山クラウジーズへ移籍する。富山で2シーズンを過ごした後、川崎ブレイブサンダースに移籍。ありがとうございます。